糖質制限豆腐の黒ごまアイスを作ります。水切りした絹ごし豆腐、ラカントエス 30g、 すりごま 20g、 生クリーム 50cc、 40回ほどブンブン引っ張ります。保存容器に入れ、冷凍庫で3時間ほど冷やします。1時間おきにかき混ぜ、お好みの硬さになったら完成です。